はい、こんにちは、ゆいです。はい、こんにちは。いきなりトークで、もしかしてドッキリですか？なんかあります？ドッキリ振り弱すぎない？だからでも、ドッキリするかもしれない、ちょっと。あー、もしもしもし、確かに、ちょっといいですか？うん、じゃあこちらをまずご覧いただきいいですか？はい。これ見た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 。俺も一瞬見た、一瞬見た。すごいね。めちゃくちゃバズってる。めちゃくちゃいいね来てんじゃん。これ、ジュキヤくんってことでしょ？そうだね。そうだ、うん。YouTuber。やっぱこのタイプの顔の人苦手やわって。ジュキヤくんこれ、きつ、嫌じゃね？こんなこと言われて。どういう気持ち今？でもな、ジュキヤ同じ気持ちや、今同じ気持ち。戦おうぜ。ちょっともう話が進みすぎてるんですけど、はい、まあ、ちょっと今話題のツイートがありまして、うん、そこにユーリが載ってるので、うん、このことちょっと教えてもらっていいですか？これに対してどう思うのかな？どう思いますか？君はそうなんだ。君はそうなんだ。君はそうなんだって感じだね。あ、なるほどね。めっちゃモテるよ。あっそう。君はそうなんだね。うん、でもめちゃくちゃモテるわもう。そうなんだよね。そういうことよ。はい、結局。まあ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 。なん、まあ、時期役も言ってると思うよ、心の中で。うん、俺モテるけどね。一緒よ。いや、あの、あれなんじゃないですか。これのツイートが伸びるってことは、これに共感してる人もいるという。そうよ。ことが事実です。まあまあそうだね。何万いいね。現状で 3.7 万ですね。850万人が見てます。マジ？マジかよ。俺をサブスト何億再生？7億。え、これ10とか言ってない？あ、ダメ？うん。何の問題がある？勝っていただいて。なるほどね。つかね、うん、俺、これみんなに伝えたい。うん、これね、まあ嫌われる人もいるじゃん。はい、まあ顔で嫌いになるのはどうかと思うけど。本当だよ。偏見だからね。まあまあまあ、まあ、でもさ、そういう思っちゃうのはしょうがないよ。うん、だからさ、結局嫌いな人がいても、うん、好きな人がいればいいですから。はい、それが全てだよね。それが全て、ぶっちゃけた話。まあ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 、ジャケット話。ただね、ジギア君と似てるわ。他のところでも一回言われたことある。マジ、俺初めて聞いた。昔の動画で言われたことある。そうなんだ。当時は、俺が路上ライブの動画上げた時に、金髪だったのかな、だから書かれてたのかな。だけど、結構前だったから、ジギア君のこと知らなくて、正直。俺大丈夫、俺ずっとアニメのキャラクターと思ってたから。どういうこと？なんか俺これなんかアニメのキャラクターみたいな髪型してたの、本当に。あ、帽子かぶって金髪バーン出てるみたいな。あ、だからジュキヤっていうアニメのキャラクターいいんだと思ってたから。やっとここで点と点がつながったよね。ゆりチャンネル。実際この誹謗中傷したこれも。そうだね。ある意味確実に。どういう気持ち？え、でも絶妙なラインなんじゃない？私はただ意見をいただけですとは逃げれる誹謗中傷か。微妙なラインが。いや、これはもう誹謗中傷ですよ。そうだよな。だって勝手に人の顔をさ使って出してさ、苦手とか言って、ね、うん、え、リプライもひどいの。なんと一番好きなリプライだけ見せていいですか。ごめんなさい、共感されます。共感されます。割とまあ、やっぱ共感で伸びてるってことはありますからね。あーね、なんで苦手なんだろう俺の顔が。俺の顔のどこが苦手なの、正直教えてくれ。しょ、待って待って待って。俺別に苦手とかじゃないから。どこが苦手そう、世の中の人は変えてくるから教えてくれ。え、目、え、わかんない。目じゃ、まあまあまあ、イメージって目じゃない、ゆうりくん。髪型もあるじゃん。ああ、そういうことね。前髪下ろしだったよね。そう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 、まあ遊んでそうだよね。うん、今のさ、遊んでる人の特徴というか、え、遊んでる人の流行りを作ってるのかな。逆に、まあ俺の先頭切ってるみたいなとこある。その髪型の雰囲気あるじゃないですか。前下ろしね。まあ遊んでるの、まあ、ちょっとブームを作ってると言っても過言ではない。あとちょっと目がすっきりする感じ。一個いい、うん、過言だよね。完全に完全に過言。完全に過言。でもなんか、うん、俺が多分その俯瞰的に見た感じ、はいはいはい、多分そのクズっぽさ感。ああ、はいはいはい。ジュキヤ君にもさ、うん、正直これ俺が言うのほんとごめんね、ジュキヤ君会ったことないし、ね、人の名前勝手に出してる。ただ出したの俺じゃねえから、そう、ね、出してるのツイッターの人だから。はい、はい、ほんとあれだけど、はい、そのジュキヤ君も分かる、ちょっとその同じ界隈にはいる気がする。人間としてのタイプね。あ、まあでも人間としてのタイプ。俺結構 YouTube 見たよ、ジュキヤ君の、うんうん、ジュキヤ君も結構女の子好きなタイプだと思う。あ、そう、そうだね。でも遊んでるのいなさそうだよね。まあそこはね、分かんないけど遊んでないんだ、うん、編集が楽しい。でも犬大好き。ああ、でもね、心優しい感じする。マジ？レオ聞いて、うん、犬飼ってんだったら。
もう一個いいのつきました、ド偏見だけどこういうタイプの人で、あ、こういうタイプの顔の人で優しい 人間見たことない。あー、それド偏見言ってやってくれ。あのね、あの強そうでさ、ちょっと怖そうに見えんじゃん。本当に人情が厚くて、優しい。ほんとにこれね、今ちょっとふざけてるように聞こえるかもしれないけど、マジだから。そう、そういうこと。俺のせいかもね。そうだね。で、ジュキヤ君もそうなのよ。ちょっとふざけてるように見えるけど、うん、俺結構見てるから分かるんだけど、本当にあの人も友達大好きで、人情味あって、でもさ、いい人なの。友達多い？まあ、近しい感じだと一緒、多分そうだ、一緒だと思う。中身まで一緒系？え、もしかしてさ、引き連れてる系のリーダー系？そうだね、そう、そう、そうだけど一緒じゃん。あ、多分ね、分かった。ちょっと不器用なのかな。でも全部嫌いじゃないのって言われてるからね、俺って。違う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 、言われてるからねって自分で言ってるの。歌でそういうもの。で、この動画何、本当にバズった動画について言おうよみたいな。じゃあさ、ちょっと動画的にさ、そのさ、ツイートした人にさ、文句言うぜ。何言う？そいつは何、顔出ししてんの？あ、してんの？名出ししてんの？出してないですね。え、俺よりいけてる？何、俺よりいけてる？お前、ちょっとなんか分かんないけどさ、ほんとごめん、今日ちょっと説明していい？あの、昨日ロスから帰ってきたのね。そうだね。で、今日実はもう3本目なわけ。で、この前に撮った動画は多分そのうち上がるんだけど、あのね、全部テンションいかれてんのよ。そうだね。時差で5時に起きてんの、朝の。早い。だから今マックス、もう夕方ですから。そう、だからいつもの深夜みたいなテンションで今やってんの。夜中のテンションなのね。かかって、ごめんなさい、かかってこいよ。ゆうりチャンネル。最近さ、これ分かる、このツイッターでさ、共感を得るためにさ、載せて、いいねを稼ごうとする人いるでしょ。そうだね、インプ稼ぎね。これはさ、何になってんの？いや、あのね、ツイッターで収益化できて、その表示回数が多ければ多いほど収入になるの。多分そういうのあると思う。え、これ俺疲れてるわけじゃん。え、俺結構疲れんだよこういうの。ああ、確かに確かに。ダメ？確かに。割とあの、ダメなやつみたいな扱いで疲れてるよね。そうだね。ちょっとぐらい欲しいね。本当だよね。え、もう疲れんのぶっちゃけいいよ。別に何だって。パーセンテージ制にする。そうそうそう。悪口言う、悪口全然言ってもいい。分かってこいよ。だけど、その 10%、 いや、もうちょっと言われて戻っていいよ。そうだね、著作権的なとこありますからね。 30%もらっていいよね。どんどん使ってもいいから、あの、収益の半分。折半でいいぜ、本当は。折半も意味わかんねえけどな。そうだね、悪口言われて 50% 上げてんだよ。でも自分にやんねえもんな。やんないからね。ずっと大喜利されてるみたいなもんだもんね、友人の一言みたいな。でもいいや、小銭はいらない。え、これ書かれるぞ。多分これも書かれる。これでまたバズるからね。これでまたバズる。お前、生まれながらの YouTuber だな。ああ、すぐ火つけるからな。でもいいよね、なんかネタにされやすい。そうだね、でもさ、ジュキ君もさ、炎上してたね、前。そうだね、されてたね。仲間じゃん。似たりとかなとか。それも燃えやすい。え、次客にちょっと最後、次客にだけ伝えたいことがあるんですけど、まあ似てるって言われたのも何か縁ですし、ぜひよかったら今度ライブ遊びに来てください。はい、待ってください。何それ、何それ。やばい、コラボとかじゃないんだ。え、コラボしてくださいとかじゃないんだ。歌えんの？歌見たことない。見たことないわ。マリカは俺らの100倍打つ。マリカしましょう。俺らもよく渋谷で撮影やってんじゃん。うん、あ、受験もよく渋谷だけどさ。一回見たわ。え、見た。うん、俺ら全然見た。うん、一回すれ違って、あ、受験やってんだってなったけど、あっちもカメラ持ってたから目合ってもないし。まだあれでしょ、心の気持ち的には、あ、受験やから。そう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 、普通に視聴者の感じだった。じゃあぜひライブ遊びに来てください。そして渋谷で使いましょう。はい、ぜひお待ちします。何かしらでね、待ってます。お願いします。 DM ください。すごいな。いやいや、俺からいきなり出したら意味わかんねえだろ普通に。あ、名前出してごめんなさいって二人。名前がとか。ああ、そういうことね。やばい、炎上しちゃいましたね。でもさ、でもさ、よく考えたらさ、ツイッターでさ、上げて50杯起こせとか言ってんじゃん。俺たち受験役の名前出して50杯つまりよな。確かにね、確かにね。だから、ツイッターの方、50杯いりません。いりません。100杯差し上げますので、俺たちも今後そういうスタイルでやっていこうかなと思います。もっと出してもらって大丈夫。
いや、ほんと、全然全然小銭を選んでるとこ、切り手で使ってくれたら頼むよ、かかってこい。小銭選んでってさ、ほんとすごいね、やっぱ強くなったね、かっこいいよ、かっこいいよ。でも本当に小銭いらないタイプじゃん。いやいや、いるよ。いらないじゃん、いつも。はい、いらないです。いやいやいや、いる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 。これはガチです。いやいや、これはガチです。それ一番ガチなって欲しくねえよ。じゃじゃじゃ、でもさ、飲み物おごるってさ、千円札でみんな分買うじゃん、こう、お釣りをしまうのはさ、それはもういいよね。順に渡して、なんかした方がいいよね。幸せじゃん。あ、俺らが幸せになった方がいい。そうそう、そっちの方が幸せだね、人が。ウィンウィンだもんね。ウィンウィンだ。だって俺ポケットに入れちゃったらさ、分かんなくなっちゃうし。まあ、それでちょっとここだけ俺も順も言いたいことがあるんですね。ちゃんと俺らもジュースは奢ってます、ユミ。そうだね。そのジュースまで全て丸って奢ってもらったわけじゃなくて、その時一番財布すぐ出せる人が出します。俺らはクイックペイかスイカだけど。あ、そう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 。確かに。現金しか使えないとこはユミが出して、それ以外は俺らが出すって、みんな平等だよね。平等ですよ、別に。平等だ、平等。俺たちって全部平等やってるから。ただ小銭多くもらってるから。平等じゃないかも。おい。平等だよ。平等だ。俺って全部平等、俺が辛い時に助けてくれる、まあ、そんな友達がいるからさ、俺には。だからどんだけツイッターに何言われても別に関係ねえよ、本当に大事な友達がさ、片手分、そんだけいたら大丈夫だから。十分、だから世の中の人もね、なんかきっと失敗したことは人生あるかもしんないね、失敗した時にさ、なんか言われるかもしんないよ、でも大丈夫、下には下がいるからね。お前、俺を見て、俺を見てね。で、じゃあ学校の話もする？学生さんのところにいるでしょ。例えばなんか一回失敗しちゃったらさ、ずっとそれからかわれてさ、行きたくなくなっちゃうとかあるでしょ。はい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 。いいの？行かなきゃ。学校にね。もちろん行きたいのがわかるけどね。え？何？こちらのセリフ。じゃあ俺の気持ちね。まあなんか嫌なことがあって行きたくない。これはもうね、本当に行かなくていいと思う。別に全てではないと思う。もちろん学校も大事だけど、だからね、結局学校出てるからね、多分ツイッターに書いてる人もこうやって誹謗中傷してる人も学校出てるから。確かに。そう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 。だから学校が全てとは限らないけど、そうだ、なんか自分がやられちゃって、もしも嫌な気持ちになったら、自分はしないように生きてった方がいいね。そうだね。人に嫌なことしたくなる時あるよな、わかるけど、自分が上に上がれば気にならないから、下のことなんて。だから、だから一旦自分で頑張って、自分の、ね、上って何、そいつの方がすごいとか自分の方がすごいとかじゃなくて、だから自分がやるべきことを自分でやり続けて、ちゃんと自分にこう自信が出てきたら、周りに何言われても気にならなくなる。学生さんはそういうわけにいかないじゃん、まだだってまだ自分にさ、でかい進化ができる前に言われちゃうから嫌じゃん。だからね、じゃあ家で本読んでる。そうそう、それでもいいです。別に自分のやりたいことを、人生長いからね、そのやりたいことを探す時間に使っていいんじゃないかなと思います。なんかいい感じ。さすが、上手ですね。でもね、結局そうよ、そう、自分がやられたら嫌なことをしなきゃいいです。これがね、基本的に大事なところですね。そうですね。今のところ、結構ペンでチェック。まあそんな感じでね、とりあえず、ジュキヤ君ライブお待ちしてます。はい。まあ、締めていいですか。締めますか。チャンネル登録とグッド、お先、皆さん、まだ本当に締めるだけ。チャンネル登録お願いします。